白谷怪談、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。怪談師の白谷でございます。ご覧いただいている皆様の中で夜中どっからともなく音楽が聞こえてきたなんというようなことを経験された方いらっしゃいませんか。まあほとんどはどこかよそ様の家のオーディオが聞こえてくるであるとか、まあ稀にはなんか音楽の教室みたいなものがあって熱心にそこで生徒さんが弾いてるのを聞くなんということだったりするようですが、吉本さんという女性はまたちょっと違った具合にその音楽を覚えているそうです。吉本さんがまだ小学生ぐらいの頃ってんですね。ですから、おおむねですけれど、30年ほど前のことになるそうですが、当時、吉本さんは、ご両親とご実家住まいで、一軒家だったんだそうですよ。二階建てって言ってましたかな。特に新しいお宅ではなかったそうですけれども、ごく一般的な作りで茶の間があって、ダイニングがあって、で、廊下に出るドアなんてのがあって、そこをガチャッと出ますと廊下です。で、廊下の端には、洗面と手洗い戸があって、でまあ、リビングの他に寝室があったってますがね。それで、ある時不意に気になったものがある。お手洗いのドア、そこに向かい合う格好で洗濯機が置いてあって、で洗濯機の上にですね、ガラス戸の敷いてある棚がこう吊ってあったと、吊り棚というか、でそこにまあ洗剤であるとかあれやこれやというのが入ってたんですよね。ある時そこに、そのガラス扉に吸盤でもってペタンとこうね、お人形が貼り付けてあったって。あの魔法使いのお人形、魔法使い、あの可愛らしいデザインでぬいぐるみみたいになってんです。髪の毛がポヤポヤしてて、で柔らかいこう生地のサテンかな、なんか子供のね、あれ魔法使いだと思うんですよ。なんかそんなね、人形っていうかぬいぐるみみたいなものがね、こう吸盤でつらさってて、ああなるほど。でそれ後ろ見るとネジがついてて、でネジを回すと中にオルゴールが入ってて曲が流れるの。ああなんだかそういうのありましたな、ありましたありました、うん、思い出した、我が家にもあった。あそうですか、あれがねつってあって、へえ、いつ釣られたのか全然記憶がないんです。毎日使っていたそのスペースですが、ある日突然そのぬいぐるみが目に入ったそうです。もしかすると、それまでも釣ってあったのかもしれないけれど、自分が見過ごしていたのかなという、そんな印象でした。なぜ物自体は可愛らしい子供の魔法使いのお人形さんですから、お母さんがこんなものを買ってきてつけたのかなというふうに思ったんだそうですよ。それが今度お友達のまーちゃんという女の子が遊びに来た時です。お部屋でままごとかなんかしてましたら、トイレ行きたいって言うから、ああここ行ってあそこ行って角のところにトイレがあるよなんて、じゃあちょっと行ってくるっつってまーちゃんがトイレ立って、でしばらくして戻ってきた時にこのまーちゃんがきょとんとした顔してるんですね。どうしたの？ねえ、うちトイレしてる時来た？え？私？うん。いや、行ってないよ。どうして？音楽が聞こえたから。音楽？うん。なんか変な音楽だった。どんな音楽？うまく説明できないけど、トイレのドアのすぐ向こうで聞こえたから。
来てなんかやってんのかなと思って、私じゃないよ、外じゃない？そうかな。急に変な音楽が聞こえてきたから最初ドッキリしたのよ。あんただったら文句言ってやろうと思ってぐらいなこと言うんで、いやー私はずっと部屋にいたし聞き違いよと言ってごまかしたんですが、まあトイレ出てすぐから聞こえる音楽ってと、もうあのぬいぐるみぐらいしか思い当たりが浮かびませんで、だけれどもそんな音を、その当時はお部屋に吉本さんとまーちゃんと二人っきりだったんで割と静かですからな、まあそんなオルゴールが聞こえりゃこっちにも聞こえたろうと思っていて、そんな音はしませんでしたから、やっぱりどこか表から聞こえたんじゃなかろうかと思っていたんだそうです。でこの日の晩のこと、家族揃って寝室で休んでおりました。当然明かりは落ちておりますし、子供のことですからすぐに寝入っておりましたんで、ふと気がついた時が果たして何時だったかまではご記憶ないそうです。とにかく針を落としても分かるようなしんとした静けさの中、聞こえるのは両親の寝息ばかりという、そこでふと気がついてみると、バタン、大きな音が聞こえた。何か物が上から下に落ちる音だった。でそのバタンという音を聞いただけですぐに、あの洗濯機の上に吊られているお人形が落ちたとなぜかそう思ったそうです。音の距離具合としてそのぐらい。なんで急に落ちたんだろう。ゾクッとしましたが、まあそれはそれ、吸盤でくっついてるだけのことですから、湿気やらなんやらで加減が悪くて自重に耐えきれず落ちたのかなと思うわけですが、落ちた途端にキンコンコンコンとかすかにオルゴールの音が聞こえた。ああやっぱりだと確信に変わった。落ちた衝撃で少しこの音が立ったんでしょう。で次の瞬間、漠然とした、ああ落ちたんだなという感覚は旋律に変わった。クン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 、え？突然曲を奏で始める。はっきりと聞こえてくる。エリーゼのためにという曲でした。今にも消え入りそうになると、早くなる。誰かがネジ巻いてると思った時に、音が近づいてくる。ん？近づいてくる音は曲じゃない。布ずれる音です。人形が張ってきてる。そう思った。布団を起き上がれない。え、そんなことありえない。けれども音で聞いていると確かに、暗い床を、そのオルゴール付きの人形がカサッと張ってきてるような気がする。じーっとその音を聞きたくもないけれど、耳で様子伺っている。どんどん近づいてくる。音も大きくなってくる。やがては枕元でキリ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 とゼンマイを巻く音がしたときに、ああそうか、もう枕元にいるんだと思った。巻き切って、ああ曲が鳴るぞと思ってはっと目を開けたときに、ぎょっとした。目を開けた視線の先、見も知らない女の子が真上からじっとこちらを見下ろしていた。わっと一声を上げると、女の子の姿は消えてなくなった。枕元に九段のぬいぐるみはありません。ドキドキしたまましばらくおぞけはやまなかったそうですが、翌朝になって確かめてみると、あのぬいぐるみはちゃんと洗濯機の上に吊られたままになっていたそうです。それにしても気になる。一体何だろうこれはと思って、お母さん
このぬいぐるみいつつけたのと聞いたら、お母さんなんかつけてないと。そもそもこれなんだろうってお母さんそれ言われるまでわからなかったって言うんです。いやだとしたらちょっと気持ち悪いことがあったと、カクカクしかしか説明して、あらじゃあこれ取っちゃおうかつって外した時です。ぬいぐるみの足の裏に美智子という文字が見えた。で、ああそういうことかと妙な特進が言ったそうです。美智子ちゃんって吉本さんの幼くして亡くなったいとこだった。そのぬいぐるみはどうやら美智子ちゃんの持ち物であったらしいと。それが分かってみますと気味が悪いような気はしましたが、捨てるに捨てられずということで、まだご実家に大切にしまってあるんだそうです。一体どんなつもりで曲を奏でながら夜中近づいてき上から覗き込んだのか。夜中思いもしないタイミングでどっからか音楽が聞こえてきたら、ああ外からばかりとは限らないようでございます。本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。かいらしいものがね、時にゾッとするような存在に移り変わるということがまあまああるようでございます。みちこちゃんはどんな思いだったんでしょうかね。そんなことに思いを馳せると少し切ないような気もいたしますけれども、さて、皆様9月の半ばでございます。もうここからどん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 とね、日暮れも早くなってまいりますし、くれぐれも体調崩されませんよ。ぜひチャンネル登録、またよかったよとグッドボタン賜れますと幸いです。それではまた来週お目にかかりましょう。またねー。